お船のフリーランス女子レディオ。みなさんこんにちは。今日も始まりましたお船のフリーランス女子レディオ。ラジオ沖縄ポッドキャストから全国に配信しております。この番組は沖縄で女性の自由で楽しく新しい働き方を実践しているフリーランスコミュニティお船沖縄フリーランスウィメンズネットワークによる女性の自分らしい生き方発見レディーオです。この番組のパーソナリティを務めますお船船長の少々です。お船の副船長しんこです。はい、今日の内容は、はい、今日の内容は何でしょう。先週に引き続き、はい、2024年のお船を占ってほしいをテーマに、はい、エンパワーメントアクション代表四柱推命風水鑑定士の長峰美代子さんをお迎えしております。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、お楽しみに、はい、ということで、楽しみに、はいはい、それでは今日も始めていきましょう。それでは、本日のゲストのコーナーです。本日は2週目ということで、2024年のお船を占ってほしいということで、本日の特別ゲストはエンバーメントアクション代表四柱推命風水鑑定士の長峰美代子さんに引き続き、来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでね、はい、先週はいろいろと、まあ、全体的な、風水で読み解いた、まあ、この運気のことをお話しいただいたんですけど、はい、やっぱりね、中年働く女性、はい、キーワードがもう今ドンピシャだとそれでもちょっと結構テンション上がっちゃいましたけど、はい、なんかちょっと思ったんですけど、今年ってあの辰年じゃないですか、はい、で辰って、まあ、ドラゴンで、この四柱推命とか、まあ、そういうスピリチュアル系のものに、なんか結構ドラゴン関係あるのかなと思ってて、結構イメージ的に、うん、でなんか今年辰年だし、うんうん、ほらもうね、ドンピシャな中年女性、そうね、ドンピシャ中年ということで、はい、何かこの、しかも沖縄って結構そういうの、あの強いのかな、 なんかこう関係性があるのかなってちょっと思ったんですけど、うん、なんか結構こう沖縄でもここなんかこう残ってるよとかっていうところとかってあったりするんですか。はい、あの沖縄がまだ琉球王国の時代、うん、あの日本のどこにでも あったわけではないような、あの風水を政治に取り入れる、うん、あるいはあの風水で治水工事をしたり工事をするっていう、ね、あのことを行ったのが琉球王国なんですね。でそれはあの久米村の西園という、ね、あの役人が、うん、あのまあ、久米村出身としては初めてこの琉球王国 あのすごく高い地位に、ね、あの投与されて、それで行ったんですね。で、あの竜のお話がありましたけど、竜っていうのはあの風水ではとても竜の流れっていうのを意識します。竜脈っていう言葉があったり、竜脈っていうのは竜のね、あの流れですね、うんうん、あるいは流血っていう言葉があったり、ね、なんか血っていう言葉ですけど穴なんですね。流血っていうのは竜がゆっくり休むスペース、巣穴みたいな感じです、うん、なのでまあ、風水と竜っていうのはすごく関係があるんですね。で、今までは、那覇市の泉崎、ね、うんうん、泉崎のあたりは泉崎交差点ではなくてロータリーだったんですね。でロータリーの間は竜がね、くるくるくるって風車のように回る、車と一緒にね、くるくるくるって風車のように回ったので、うんうん、それでいい竜の流れね、うんうん、あの陽気な竜の流れがあったんですが、それがロータリーを廃止して交差点になった時から、うんうん、ね、その時から
ちょっとこの泉崎交差点のその先、うん、あの市役所があったり県庁があったりっていうところは少しね、あの運気がちょっと停滞してしまっているなというふうに感じます。うん、で、あのその龍のね、龍を意識した風水改善の名残として、まあ、記念っていうのかな、あの泉崎交差点の方は、そこの上の陸橋から、陸橋のね上からこう下を覗くと、龍のね顔になっているスペースを残しています。そうなんですね。あのなぜここにこんな芝生みたいな小さな三角地帯の公園があるんだろうって。あるそれなんですね。皆さんねよく思われると思うんですけれど、それをね立橋の上から見るとちゃんとね龍の鼻両目で両角っていう風に顔になってるんですね。そうなんだ。それはあの風水が実際に沖縄で政治として政治の中に組み込まれて展開していたっていう記念、それと泉崎ロータリーのねあの名残、そういったものを、あの象徴していると思いますね。で、まあ、それが残っているということと、あとはあの那覇のバスターミナルのあたりは、古い時代は離れ島だったんですね、小島だったんですね。でそれをあの、ね、うまく龍がくるくるくるって回って外に飛び出していかないように、ここの琉球の地に龍を留めて、ね、琉球を繁栄させるようにっていうことで、石を置いたんですね。まあ、貧粉みたいな役割のある石をね、それが名残が残っています。あの那覇のバスターミナルにもね大きな石がありますので、ある、ぜひぜひご覧いただきたい。ある、ある、なんかある。たまにあのなんかこう拝んでる方とかいます、います。そう、あそこあの昔から本当に石があって、あの今新しくバスターミナルになっても、なぜかあの岩だけずっとあるなっていうのを見てたんですよ。そう、あれはね風水的な、あの意味があるんですね。意味のある岩だったんだ。面白いね。面白い。あとはもういろいろ、例えば北部だと、あの離れ小島だった琉球をお金持ちにするために西園が考えたのは、たくさんの人に船を持ってもらってそれで商いをすること、でその船を作るためには木材が必要だけれど、那覇市内やどこかでは木材を、ね、育てることができないということで、あの備瀬、北部の備瀬などで、あのそうですね、あのそこで植林したんですね。そう、船を作るためにわざわざ木を生やしたっていうね、そういういろんな各地にあの風水の西洋の功績がねたくさん残っていますね。面白い、ね、沖縄はやっぱりそういう風水すごく関係している島だっていうことなんですね、歴史的にも、ね、面白いですね。はい、ということでですね、今日はまあお船のことをいろいろ聞いてみましょうという企画なので、ちょっとここからお船のことを、事前にちょっと占ってきていただいているのでお聞きしたいと思います。質問ちょっといくつか、もう先に投げさせていただいているので、じゃあ聞いていきたいと思います。まあ、じゃあちょっとその1、はい、ちょっとこれここからいくここからちょっとこれ最後にしましょう。最後にする、最後にしましょう。これ最後にしちゃう。これはちょっと最後にして、じゃあまずズバリ今年お船は仕事が増えますか、増やすためにはどんな部分を補っていったらいいでしょうかという質問ですね。まずあのお船さんを占うときには、代表者の運で見るんですね。私、あら、ちょっと責任重大ですよ。責任重大そうなんですね、少々さんの責任が大きいってことですね。あやばい、怖がらせるのもあれですね。ですね、今年あの新たなビジネス展開を、あの考えるとき、あるいはそれが実際に展開される年、というふうになっていらっしゃいます。やった、やった、なのでとてもあのお船さんにとってはいい年かなというふうに拝見します。なるほど。じゃあ、まあ、今年はじゃあもうお仕事は増えると、増えていくはずみたいな、増える、あるいは、いろいろなところからお声がかかるとかね、
もう嬉しい限りですね。とてもいい運勢が少々さんの運勢から拝見できますので、お船さん今年ねバリバリ上り流のようにやっていけるのではないかなと思います。立つ年だけ。はい。なんかこう増やすためになんかこう補っていった方がいい部分とかってあったりしますか？少々さんが健康でいないといけないということですね、はい、そうですよ ね、 まずはね、ちょっとこれ最近テーマじゃないですか。そう私のテーマだよそれ ね、 ね、健康、健康ね、うんうん、今年は特に注意です。大変、うん、ほらでもちゃんとねほらジムも通い始めてちょっと健康にはね、そうそうそう、気をつけようって、ジムに通っていらっしゃる、ね、うん、なるほどなるほど。本当に年末ぐらいじゃないですか、うん、去年の年末ぐらいに、うんうん、あのジムに加入して本格的に今年からやろうっていう。なるほど。少々さんね、はい、ごめんね、占い的にですよ、四柱推命的に拝見すると、はい、ちょっとね秋っぽいっていうところがちょっと拝見できるので、ありますね、はい、ね、ジムなどは少しね、はい、飽きていかなくなっちゃうので、頑張ってください。頑張る、頑張って、頑張って、頑張ります。頑張る、頑張ります。少々さんにね、はい、向いていらっしゃるのは、はい、ね、水泳とか、うんうんうん、あるいはヨガなど体を動かすもの、あるいはダンスとかね、そういったものが長く続けられるかなっていうふうには拝見します。なるほど、うん、確かに。ジムやね、ただ延々と走るっていうのは少し、うんうん、飽きちゃうんじゃないかなっていう風に拝見するので、ぜひぜひ、なるほど、頑張って頑張って、はい、それからスタジオのあるジムに変えて、あ、そうそう、スタジオでちょっと踊ってもらって、踊る、私がだってほら韓国好きでしょ。いや踊れない、踊れないよ私。大丈夫大丈夫、手と足が一緒に出ちゃうんだから。踊るのはちょっと苦手なんで、でもヨガは結構ずっとやってます。確かに、あ、そうですか、うん、すごくね向いていらっしゃると思います。はい、うん、なるほど。で今年 の、 そのビジネス展開に必要なのは、うん、少々さんがどんどん顔を出していくっていうことです。あちこちにね、めっちゃこれ私言ってる言ってるね今年ね。本当にこれもリアルタイムで、うん、今年の目標はもっと積極的に営業をしていくっていうのをもう掲げてるんですよ。すごくいいと思います。外に出るっていう、もうすごくいいです。どんどん飛ぶ、だからね、先週は飛ぶものがすごくいいって言ってたんですけど、うんうん、今年は私飛ぶっていうの目標なんですよ。、うん、今年の目標まさに飛んでいくっていうので、うん、もうどこでもこのお船を、うん、知ってもらえるところがあったら、行くんですね、いいですね、飛行機乗ってでもどこでも行くっていうのは今年の目標なんですよ。すごくいいと思います。お、でもその前に健康が、あ、そうそうそう、健康が重要って言って、そうですね、はい、健康気をつけていきたいと思います。はい、ね、じゃあ次ですね、次の質問いってみたいと思います。今年のお船はこんな分野に縁がありそうとか、こんな企業と相性が良さそうとかっていうのがあったら教えてください。先ほど、ね、風水の20年周期でお話をさせていただいたそのキーワードですね、はいはい、女性、中年女性、はい、ね、現役で働いている女性、それから連想されるビジネスなどもとてもいいと思います、うん、ね、男性だからじゃあ僕たちの時代じゃないんだな、残念ではないってことです ね、 ね、それからそのキーワードから連想されるようなお仕事、うん、あるいはビジネスを展開なさるといいということですね。で、お船さんすごくね、ちょこっと拝見させていただきましたけれど、まあ、フリーランスの皆さんが協力し合ってね、うんうん、女性が生きやすい、はい、そういう時代をっていうのが目標だと思うんですけれど、はい、まあ、すごくいいコンセプトだなというふうに拝見しました。うん、実際に例えばお船 の、 オリジナルで何かを展開するとか、まあ、声もかかるでしょうし、ね、どういう企業とタッグを結ぶか、それも必要だとは思いますが、お船さん、ね、この母体自身でも何らかをこう発表する、発言する、あるいは販売する、うん、そういう風なものもお考えになるといいと思います。あ、なるほど、パッケージ商品ね、うん、そうだ ね、 ね、これも実は当初からなんか欲しい欲しいと思ってたんですけど、なかなか手をつけれてなかった部分なんですよ。なるほど、そうですね、うん、お船からぜひぜひ思い切って今年行きましょう、うん、そうですね、今年はやっぱり思い切っていった、思い切って。少々さんの運勢によると、今年どう過ごすかが
来年以降のねお船を左右すると言っても過言ではない。やばい。やばい。めちゃめちゃ世間プレッシャーかけてないんですか。私はかけますよ。やばい。少々さんか。少々さんか。来年を決めてるんですよとか。風引かないで。直して。やばい。怖いよ。ちょっとね大げさに言っちゃいましたけど、うん、まあでもそういうことなんですね。今年どう過ごすか、うん、どれぐらい営業ができるか、うんねうん、それによって来年以降のお船さんがね、うん、どこに進むのかっていう、ね、方向づけがされると思いますので、うん、応援しています。ぜひ頑張ってください。どんどん飛んでいかないといけないっていうことですね。うんうんうん、ですね。そうですね。はい、じゃあちょっと次の質問いってみたいと思います。現在お船は県外企業さんから仕事はいただいてるんですが、メンバーは沖縄県内の人一応メインっていう風にしています。今後県外への拡大進出とかも考えてはいるんですが、2024年は可能性がありそうでしょうかっていう質問ですね。はい、ズバリあると思います。ああるあるで、県外へ の, その拡大の仕方っていうのはいろいろあると思います。今は全てね、だいたい SNS 発信が多いので、うんうん、現地に行かなくても、うんまあ、それがね人脈を広げることは可能だとは思うんですけど、うん、ただその副船長の新子さんの運勢が、うん、今年ね旅行をする移動するっていうのに大変適してる年なので、なので一人でねぜひ協力し合って、ねうん、運気を補い合いつつ、あるいはダブルにしつつ、ねうん、進んでいただけるといいかなと思いますね。あ、なるほど。飛びましょう。飛びましょう。飛びましょう。やっぱりやっぱ県外にもじゃあどんどん進出とかも、ね、そうですね。県外あるいは海外の海外への進出もおすすめします。海外いいよね。海外いいね。海外行きたい。ね、具体的になんかねこのどの国がいいとか、うん、なんかあるんですか。やっぱりその年その年々で、うん、その運気のいい方位、うん、あるいはそうでもない方位っていうのがあるんですけど、うん、今年はですねズバリですね南西方位がいいんですね。南西。ただ風水的に南西方位っていうと、うん、中国の北京を中心に考えて南西の方位っていう風になります。なるほど、うん、そっかそっか、ここから南西じゃないんだ、うん、そうなんですよ。そうです。うん、ということで、まあ、東南アジアね、タイのあたりですか、あの辺はすごくいいと思いますね。タイ、船タイ支部でも積極的に、はい、もう手挙げていきますこれ長嶺さん、ちなみに最近の船のポッドキャストを聞いてからの答えじゃないですよねすいません、いやっていうのも、はい、ちょうど、2週前かな、うん、ぐらいに私がこの今年ちょっとワーケーションでタイに行きたいなっていう話をしたばっかりなんですよ。なんかそれを聞いて、なんかタイいいんじゃねとかっていう感じではないですよね。すいませんね、お船さんのラジオ聞いていませんでしたいやいや、申し訳ありません、うん、すごいね、カンニングなしに、ね、カンニングなしに、カンニングなしに。新子さんの運勢がね、旅行が多い、一つのところにとどまりたくないっていう運勢なので、まあ、それがね今年いいように花開く時でもありますから、ね、お二人本当にいい運勢をなさっていらっしゃるので、ね、船長さんや副船長さんが、うん、の運勢がいい時っていうのは皆さんがねついてくる時だと思いますよ。ぜひ体にはでも気をつけてね。そうですね、気をつけないといけないですね。じゃあ、ちょっと最後の質問なんですけど、私船長の少々と、副船長の新子はビジネスパートナーとしての相性はぶっちゃけどうなんでしょうか。やばい、止まった。おや、おや。いやね、ほらもう全然多分性格とかも真逆、うん、真逆で、そうですね。ちょっと考え方もね、うん、もう全然真逆な感じなので。そうそう、そうなんですよ。うん、なるほど。うん、
悪くはないんですよ。あ、悪くはない。悪くはない。含みがあるな。含みがあるの。ただあのお二人がね、お仕事をするにあたっては、うん、きちんとルールっていうものを作っておくっていうことは必要だと思います。どこまでの範囲がどうなのか、うん、ね、うん、がっつり 100% あの何でも言い合えて、うん、っていう風なお仕事の仕方はお二人には向いていないと思いますね。あ、うん、なるほど。だからきちんとルールを決める、この時はこうしよう、うん、ね、この場合はこうなるよとかね、うん、そういう二人の間でもきちんとあのお約束ごとを、うん、あの取り決めておくことっていうのは必要だと思います。今後ね、大きくなるあの団体でしょうから、うん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 、少々さんはどちらかっていうと、そのなんだろう、フィーリング、いいんじゃないっていうね、これだよねっていうようなフィーリングと直感力でね、はい、ゴーゴーっていう感じの方だと思いますけれど、そうです、本当にそれです。誰も聞きました、過去のやつ、ね、聞いてますよ、ね、聞いてないよ ね、 でね、それに対してしんこさんはあのね、真面目な方なので、おね、真面目な方なので、うんうん、そのフィーリングは分かったけど、はい、じゃあ次はどうしたらいいですかっていう指示くださいっていうようなあのそういうタイプの方かなというふうに拝見できるので、うん、なのでね、うんうん、あのそういうちょっとね、真逆とは言わないですけど、そういうお二人なので、うん、そういうあの方がタッグを組んでね、うん、あの団体を率いていくとすると、うんうん、まず先にルールを、ね、うん、持ちましょう、取り決めを作りましょうということですね、うんうんうん、なるほ ど、 なるほど、ルールを決めようじゃ、決めよう、ちゃんとこう手綱をね、こうキュキュって持てるように、うん、そうですね。逆になんか仲違いするとしたら、なんかどういうことに気をつけた方がいいとかってありますか。仲違いする、仲違いすることがあるかなとは思うんですけれど、それは大丈夫、邪魔しない、うん、あのどちらもね、優しいタイプのお生まれなので、そういうことはないかなとは思いますが、うんうん、もしちょっと、ね、何らかのこう、ね、ちょこちょこっとしたことがあるとしたら、うんうん、まあ、少々さんがね、うんうん、ちょっとあの直感力で突っ走りすぎちゃったみたいな言わなくても分かるでしょみたいなことをしてしまうと、ちょっと不協和音が、ね、うんうんうん、奏でられちゃうかもしれませんね。あ、なるほど、うん、気をつけよう。ああ、うん、ここだけの話、たまにあります。やっぱそうかな。なんかそうかもって今思った。はい、そうかなと思いました、うん、はい、ということで、ですね、じゃあ最後になりましたが、気になるなという方はインスタグラム、はいはい、見てくださいということ。なんかアカウントとかって、アカウント名とかって、うん、そうですね、あの公式 LINE のアカウントが、はい、アットマーク、小文字で、はい、myo-ka で数字の3ですね、はい、あの妙華さんって呼べるように設定してありますので、どうぞよろしくお願いいたします。わかりやすい、わかりやすい、じゃあぜひその公式 LINE から、はい、ね、連絡を、してみてください、うん、はい、ということでいろいろと、占っていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、応援しています、頑張って。 ありがとうございます。頑張ります。はい、ということで本日のゲストはエンパワーメントアクション代表、市中水明風水鑑定士の永峰妙華さんでした、2週にわたって、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お船私たちパーソナリティやフリーランスとして働く女性に聞いてみたいこと、お仕事について、子育てについて、プライベートについて、お船について、どんなことでもぜひお便りご感想をお寄せいただけたら嬉しいです。お便りの宛先はお船アットマーク rokinawa.co.jp もしくは旧ツイッター X ハッシュタグお船のレディーオ、お船は小文字で OFNE でつぶやいてください。どしどしお待ちしております。またお船は各種 SNS やブログで情報発信しています。
ブログはお船のホームページ URL お船 .net から、 SNS のアカウントはインスタグラムも、Twitter X でもお船アンダーバー沖縄です。ぜひフォローをよろしくお願いいたします。ここまでのお相手はお船少々としんこでした。それでは皆さん、また来週。また来週。